アマンシオ・オルテガガオーナーは、スペイン・レオン県生まれの実業家。ザラで知られるアパレルメーカーのインディテックス社の創業者であり、同社を率い、世界的企業に育てた。近年では大富豪として知られ、2018年時点での、総資産額は679億ドルである。アントニオ・オルテガ・ロドリゲスとホセファ・ヘルナンデスを両親に、4人の、この末っ子として、1936年に、 スペインのカスティーリイ・レオン州・レオン県ビジャマニンで誕生。トロサで少年期を過ごす。14歳の時に義務教育を終了し、鉄道関連の労働をしていた父の仕事の都合により、アコルーニャへ転居。転居後すぐに、コルーニャの地元のシャツ屋の雑用の仕事を見つけ、そこで服を手作りすることを学んだ。1 9 7二年、十六歳の時にバスローブのメーカー。 カンフェキシーネイスゴは SA を創業する。3年後の1975年にロサリー・アメラとザラの最初の店舗を開店。それがチェーンストアへと発展し、現在のザラへと続くことになった。2011年7月19日にインデックス社の社長の座をパブロイスラに譲った。1986年にビジネスパートナーであったロサリー・アメラと結婚。 子供を二人、マルコスとサンドラを得る。1986年に離婚。なお、アマンシオは1984年にフローラペレスマルコーテとの間に娘、マルタを設けていた。2001年にフローラペレスマルコーテと再婚。アマンシオはシンプルな服装を好む。ネクタイの着用は嫌い。特にお気に入りの格好は、紺色のブルザー。 白色のシャツグレーのトラウザーの組み合わせであり、そのいずれもザラ製品ではない。運転手付きの2台の黒色のメルセデスベンツで移動している姿がしばしば話題になっており、ヨットのドレゼル及びベロリア B を所有し、自身のプライベートジェットとして、ガルフストリーム G650 とボンバルディアグローバルエクスプレスを所有している。ありがとうございます。